絶対に確信犯だわ。あら、いらっしゃい、イサ。ちょうどお茶が入ったところよ。ミーア、お茶はありがたくいただくわ。でもその前に、いつものお説教かしら。もう、分かってるなら何回も言わせないで。今日も授業サボったわね。そうね、サボったわ。校内どこを探してもいなかったじゃない。どこにいたのよ。あなたの後ろよ。なんかその言い方怖いんだけど。都市伝説のあれみたい。都市伝説のあれって何かしら。ほらあれよ、人形から電話がかかってくるやつよ。今あなたの家に向かっているの。今玄関に着いたわってだんだん近づいてくるのよ。そして最後はあなたの後ろ。そうよね、怖いでしょ。リサ、可愛いもの好きなくせにそんな話が怖いの。リサの部屋に行けば背後にたくさんのぐったりベアがいるじゃない。それはちょっと例えが違うような。今日の紅茶とっても美味しいわ。よかったわ。おかわりもどうぞ。ありがとう。いい香り。してるのよ。私今は放課後ティータイムじゃなくてミアのお説教タイムじゃない。嫌なタイムね。嫌でも聞いてもらうわよ。このまま授業をサボり続けて夏休みに突入なんて私は絶対に許さないからね。もうまだ6月よ。夏休みだなんてリサったら気が早いのね。だってミアなら十分にありえるわ。ジメジメした気候の時は気分が乗らないとか言ってサボり、カラッとした陽気になれば暑くて授業に出たくないってサボり、そうなりそうだもの。ミアのサボり道が私にははっきりと見えるの。リサったら私のことは本当によくわかっているのね。え？さすが私の恋人ね。見よったら。サボって悪かったわ。だからこれで許して。もうずるいわよ。リサ、これ食べる？ええ、いただくわ。美味しそうなマフィンね。またお取り寄せスイーツ？いいえ、
これはレオ様に教えてもらったお店で買ってきたのよ。レオ様に？ギサはキャラメルとチョコ、どっちがいいかしら。ギサ？ああ、ごめんね。キャラメルをいただくわ。何を考えていたのかしら、ギサ。そろそろブラのサイズをもうワンカップあげようか。そんなこと考えてません。もう、なんなら私が自ら測ってあげてもいいわよ、この手で。だから違うって。あら残念、誤差1センチ以内で当ててあげるのに。じゃあリサが他に考えそうなことといえば。だから勝手に妄想しないで。私はただニアの口からいきなりレオ様の名前が出たのが嬉しくて。え？ベストカップルの人たちってニアの中ではもう普通に友達として存在してるんだなって。なんだ、そんなことだったの。私にとっては重要なのよ。ミアがみんなと仲良くしてくれるのは私も嬉しいの。ありがとう、真面目なクラス委員長さん。またそんな言い方して。してる時1年生の子たちが話してるのを聞いたんだけど。何かしら。今ね、新1年生ベストカップルを選ばないかって盛り上がってるみたいなのよ。なんか面白そうじゃない。私そういうのは興味ないわね。ねえ、そうなの。私たちの後輩ができるかもしれないのよ。だから？私が一番興味があるのはリサ、あなただけよ。ミオ。それともリサは私より新しい一年生が気になるのかしら。そんなことないわ。私だってミオが一番。私が一番何？ああ、もうわかるでしょ。わかるわ。私のことが好きで好きでたまらないのよね、リサも。リサの困ってる顔、とっても可愛いわ。その顔を堪能しながらマフィンをいただきましょう。それとも上品な。リサ、食べてる？ええ、とても美味しいわ。お、そうだわ。どうしたの、リサ？
ううん、なんでもないわ。ミヤのチョコマフィンの方、味見したいわ。もらってもいいかしら。ええ、たくさんあるからどうぞ。ちょっと、買いすぎじゃないかしら。そうかしら。一個一個が小さいから、これくらい普通だと思うわ。